今回は天元戦の第4局を見ていきたいと思います。初手から見ていきたいと思います。黒番がイ山天元。白番が一力五星ですね。で1曲目はね、一力さんが奇跡の半目勝ちをしまして、2曲目、2曲目、3曲目がイ山天元が勝ちまして、まあ、この4曲目がですね、 まあリーチがかかっているという状況なんですけど。まあだから一力さんとしてはね、これ絶対負けられない一局ですね。で、これ気合いですね。これすごい手ですよ。この5手目がね、ここにかかった時に白が、まあ、コスミとかでね、受ければ普通なんですけど、イヤモさん積極的にね、かかっていきまして、いきなり激しい碁になりましたね。で、付け引きを選択しまして、 で、こちらにかけていきましたね。で、これ、張った手がね、井山さんが工夫した一手でしたね。まあ、これは、先手をね、取りに行く工夫の一手なんですけど、まあ、打ちたい手があったということですね、先手を取って。で、井山さん打った手、こちらのね、23手目、この手がね、井山さんが研究している、まあ、用意してきた手でね。これがね、めちゃくちゃいい手でしたね。 これはね、研究してないと打てない手です、この手は。まあ普通はどう打つかというと。まあこれは、まあ普通はなんか滑りとかで受けてれば普通ですね。なんですけど、これ、黒がね、後手引くとね、結構局面が忙しくて、今。これハサミがね、急がれるんですよね。あの、左辺が忙しい局面なんですよね。 先に白から先制攻撃されてしまうんですね。こちらに打ってしまうと。なので、まあこれを先手で急いだんですけど。穏やかなのは、まあ、開いてれば穏やかでしたね。穏やか、普通の手。で、これ押さえ大きいんですけど、まあ押さえはこれ滑り、まあ桂馬一本で先手取って、っていうことなのかなと思いますね。これまた、 まだね、右上は簡単には死なないので。うん、まあこういう打ち方もあったのかなと思いますね。もしくはこれ押さえ大きいんですけどね。まあこっちに開くのも上辺も大きいとこなんですよね。で、これはこれでまたね、下辺も大きいので、開きぐらいだとすると、まあこれはこれでね、穏やか、穏やかではあるんですけど、まあ考えられる進行ではありましたね。いろんな進行が考えられたんですけど、 この、この手がすごかった。まあ、なんですごいかというと、これはね、あの、黒がまだ3子弱いんですよ。開きを打ってないので、開きを打ってからね、あの、行くなら、あの、分かりやすいとか分かるんですけど、先にね、あの、自分がまだ弱いんですけど、先にこちらに先制攻撃を黒から仕掛けていったんですね。これが最強の一手でしたね。 で、こちらに打ち込みまして、これはまあ、開きの調子を求めた手ですね。飛びを誘って、二間に打ったということですね。まあ、開く前の、利かしと。で、これ、押さえ、厚い手ですね。一力さん、厚い手がね、好きですね。手厚いとこでした。で、押しを打ってから、これ、決め打ちですね。井山さん、やっぱり最近結構 AI の影響をかなり受けてますね。もう、押しを、決め打ちですね。 それから桂マにしました。で付け越しが厳しかったですね。これはちょっとこれ妥協した渡り方ですね。ちょっとまともに戦うの無理という判断ですね。仕方ないという判断。これまともに行くのは切られて、これはね、白跳ね出すんですけど、下跳ねがいい手でね。白出てけないんですよね。出るとこちらに切られて。これ2目取る手がちょっと2つがね。 あの、こっち取る手とこっち取る手が2つありますからね。ちょっとこれ白が支えきれないですね。出てけないですね。これは。なので次になるんですけど、これ伸びきりがいい手でね。これはね、黒が戦える形なんですね。なのでまともに戦うのは無理という判断ですね。 あとこれ結構ね、実践でよく出てくる手筋なんで、この押さえていく手は。知っておくとね、あの結構役に立ちます。で、切りまして。いや、これ厳しかったですね。で、付けていった手、これ様子見の手ですね。こちらに黒が出てきたらもうついでね、隅頑張っちゃうってことですね。で、黒は隅を受けましたね。で、こちらで頑張りました。 で、ここまで先手で効かして。いや、先にね、ここが気になるんですよ。ここの上辺の戦い。まあ、上から防止とか気になるんですけど。まあ、上から防止してもなんか開きとかあってパッとしないと見ましたかね。一応、白から上辺とか詰める余地を、可能性を残しましたね。だから何も決めないで、先に、 先に右下に点線していきましたね。曲面を広く使っていこうという考えですね。まあ、ここら辺がなんというか戦い上手という感じですね。いや、これ厳しかったですね。ここに上から桂馬にした手が厳しかったですね。いや、こ桂馬いい手でしたね。これ伸びると、 いつまで経ってもこれ押してきますからね。やっぱこれいつまで経っても受けないといけなくなっちゃうから一度受けるとね。これちょっと白相当効かされてるんですよね。で、黒い、これ一本効かしいですから、まあこういうふうに上から来るかもしれないんですよね。で、逆にこの上から桂馬にね、被さって来られると逆にこの下辺の西の方が逆に心配ですよね。これはやっぱり白としては、あの、これ攻守逆転してしまいますから白苦しいですよね。 だから、ここに受けなかったって、この桂馬がめちゃめちゃいい手でしたね。とてもいい手でした。あと上辺補足なんですけどね。あのー、だこういう手はね、一応コスミつけて、飛びとかで一応黒、真ん中に脱出してきますから、すぐには、なかなかやっていけないんですよね、白も。で、白としてはもっと深くね、ここら辺まで行きたいんですよね。うん、もう、もう、 根こそぎ攻めていきたいとで。すぐにはちょっと無理なので、まだね、周りが、状況が整ってないので。だからこういう狙いをね、秘めてるというか、狙ってますね。押しに受けなかったでい,いい手でしたね、めちゃめちゃ。すごい、感じが出た手でね。で、つけて切ってさばきに行きましたね。まあ、黒もね、あのー、早収まりですね。 で、これは、これすごいね。これ冷静だね。いや、この渋い手です。この一見飛びは渋い手でしたね。これ一力さん落ち着いてましたね。ここら辺落ち着いていってて。まあ、この開きと変わるので、まあ、ちょっともったいないなという、まあす、いろんな狙いを、まあ、上辺に対する狙いを全て消してしまうので、ちょっともったいないなと思うんですけど、これはやっぱり一力さん、これで打てるという明るい対局感でしたね。 で一力さん狙ってる手がありましたねあのこちらの打ち込み狙ってたんですねこれが厳しい一手でしたねまあこれ上からまあ、黒もね左辺は硬いとこなんでねまあ、上からこうやって桂馬でねもう決め打ちしちゃうっていうのもあるんですけどこれちょっとね味気ないというか地に甘いんですよね 真ん中がね、大きくまとまればいいんですけど、これまだね、はっきりしないんですよね。これ宇宙流の打ち方ですけどね。これまとまれば大きいけど、まとめるのが大変なんですよね。ちょっとこれ字に甘いという判断ですね。打ち込み厳しかったですね。また、これね、戦いが起こりましたね。戦いになってくると、あの、下辺に厚み作ってますからね。これ厚みですからね。これが働いてくるという判断ですね。 で、こうになりましたね。全体的に白厚い五形なので、あ、ここで解消しましたね。切りに対して受けてられないということで、黒解消しましたね。で、こちらに打ちまして。やっぱ右上結構大きかったかなと。まあ、この分かれは、まあ、白としては全然不満ないのかなと思いますね。左辺をこれ軽く、 処理できたので、こうにしてね。振り替わりなら白が全く不満ないのかなとも。白がポイント取ったのかなと思いますね。これがうまかったですね、こうに弾いて。ここで、受けれなかったんですね、黒も。まあ受けたいんですけど、受けると取られてしまって、ここで黒から交際がないんですよね。やっぱ一力さんが、 あの、序盤から手厚く打ってたのが、やっぱり、このコの局面になると、最大限ね、働いてるということですね。切りとかはコ材になるんですけど、損攻なんですよね。あの、伸びられてしまって。やっぱこういう損攻は打てないんですよね。損なので。で、他にコ材なんですけどね、当てとかですね、コ材で打ちたいんですけど、これ効かないんですね。解消されちゃうと。 で解消されると黒の方が弱くなってしまうんですねこれ。でサガはね先手で効くんですけどこれ右下隅ね白は死ぬわけではないので生きる手はあるのでねまあ桂馬で生きてまこの判断ですけどねこの振り返りが白全く不満ないということですね。だからちょっとこの図を選べなかったということですね。 まあ、ここでわずかに白がポイント取ったのかなと。本当にわずかな差ですけどね。で、当たりを決めて。いや、この開きがいい手でしたね。この黒模様を制限してね、いい手でしたね。で、つけまして、さばきですね。やっぱ白がね、手厚く打ってるから、打ちたいように打ってるんですよね、ここら辺は。 で、逆に反撃してきましたね。押してきて。黒こちらの石は取れましたけども、ここら辺効かした石なので軽く見て。三目の頭跳ねた手がね、いい手で、もう評価値がすごいことになってますね。99%超えました。ここら辺では白が、あのー、難しいと思うんですけど、白がね、少し形勢いいようですね。 で、イヤマさん、これ勝負手ですね。これもただでは、あの、このまま分かりやすく打ってたら勝てないと見て勝負手打ってきましたね。ハサミつけていきました。で、イッチリキさん、ここでね、冷静に対応して、しっかり一目取りましたね。で、滑りまして。ここら辺ね、結構細かいと思うんですよ。99%ですけど、結構細かいとは思うんですよね。 一力さん、ここでね、2目取った手がね、冷静な一手でしたね。いや、この鳥がね、落ち着いて、暑くていい手でしたね。いや、この手はもう本当に落ち着いてましたね。形勢判断しっかりできてましたね。いや、これもう白がはっきりいいようですね。この局面では。なんかもし形勢悪かったら、この局面なんですけど、まあ白がはっきりいいんですけどね。 あの、右下の黒がまだ若干関形の心配があるので、ちょっと寄り付き、寄り付いていきたい局面ではあるんですよね。例えばここが大きいのでね、あの字として大きいので、まあ、ここら辺打って寄り付きとか見ながら字で得していきたいとかいう局面なんですけどね。あとこういう、うん、まあ、ここら辺の関形をね、ま、いろいろ見ていきたいんですけど、まあ、ここら辺が大きいかなと思うんですけど、いや、これはね、やっぱりもうこういう、なんか、 こういう攻めとかもやらなくてももう手厚く打って勝ちきれるっていうもうめちゃめちゃいい手でした手厚くて。で黒大きいところを打ちまして切りにもしっかり受けてね。まあこれもう寄せに入って評価値100%になったのでこれ一力さんの判断が正しかったようですね。これでもう分かりやすく白が形勢がいいようですね。でこの後。 208手まで打たれたところで黒が投了しまして白の強し勝ちとなりましたこれで次のね最終局の第5局で決着ということになりましたね次の一局が楽しみですね、まあ、最後は結構盤面勝負ぐらいですかねあのそんなに差は離れてないと思うんですけどまあ細かいは細かいんですけど盤面勝負ぐらいで、まあ、込みが出せないということで投了したのかなと思いますね まあ一力さんがもう序盤から落ち着いた手の連続でね、序盤から中盤まで、本当に一力さんの冷静な、まあ厚みの名曲だったのかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。